一般社団法人ユーラシア国際映画祭代表理事の増山です増山レナの「風をつかむ」っていうことなんですけど風をつかみ始めました私このコロナ禍で世界中が困窮してみんな閉鎖的になっているこの今ですねなんと明日からロシアに出国いたしまして。 2年間準備をししししてててきましたた映映映画画制作そして映画上映に向けてあの出国いたしますえこのプランがどういったものなのかそして今日本がコロナ禍のあと生き残る唯一の道がこのロシア中東との文化交流そして交易なんだというお話をしていきたいと思います。 では資料の方を簡単にご覧いただきながらどういった企画を進めているのかをお話ししたいと思っております今出ていますかこちらはい今資料をご覧いただいております、えー、こちらは2021年ユーラシア映画祭推薦の日本シネマデイズという映画祭がロシアのアムール州のあの主催します アムールの秋映画祭第19回アムールの秋映画祭で上映されるということを書いてございます私一般社団法人ユーラシア国際映画祭は3年前より日本映画をロシアの国際映画祭国立政府映画祭に招待していただいて日本映画をロシア字幕をつけてお届けするという事業に取り組んでおります こちらのアムールの秋映画祭がどういった場所なのかということを簡単にご説明いたしますえこちら背景に地図がございまして日本がありますそしてえここにアムール川がありましてここに大きなロシアがあります ロシアというとモスクワそしてサンクトペテルブルクの印象が強いと思うんですけれども私が3年前から取り組んでおります日本文化を紹介しているのはこの極東と言われる地域になりましてアムール川を挟んで6 0 0ル先は中国の方が朝の太極拳をしているのが見えるそういった地域になります。 このアムール川のほとりは今まで日本とロシアで大変多くの交流がございました今回は私たちはウラジオストック渡った後にブラゴベシチェンスクで撮影をすることになりますこちらが本日の朝の東京新聞さんに書いていただいた記事なんですけれども3年前より 文化交流をロシアと行い正確には4年前ですね4年前にロシアのチームが日本にロシア映画を持って来てくださった時私もロシア映画祭 in 東京の実行委員会の中の一人としてサポートさせていただきましたその中でロシアの文化人の方との交流を深めまして 次は日本から是非レナ作品持っておいでよというふうに言っていただきまして3年前より交流をロシアに渡って行っています昨年はコロナの関係で日本からロシアへのビザを発給することができませんでしたですので本当に1年越しでロシアに渡り交流をすることができます昨年は 西川布団の現地法人代表の西川茂様に現地を訪れていただきまして交流をししていたただきました今年は源幸四郎さんにこの映画の主演利蔵役を演じていただく宮本幸四郎さん そしてシンガポールの映画の主演を務めています中国語もロシア語もペラペラというえ花ヶ瀬紀子さんとという国際女優ささんん一緒ににロシアに渡りますえ花ヶ瀬さんは本日の東京新聞でカラーで真ん中でこう的粒子か思っておられる大変あの、えー、聡明な、えー、才能豊かな女優さんになります。関西大学の 下本な美教授様がこのロシアでの撮影に向けての通訳でのご尽力いただきまして昨日は府中のレストランロシアレストランペーチカ様をあの場所として記者発表させていただきました。 改めて代表の増田社長様そして昨日も参加してくださったハバロフスクの経済界の皆様にも改めて感謝を申し上げたいいと思いますその時増田さんに教えていただいた日ロの歴史というのが本当に意味深いものでして改めてこのプロジェクトが今大事だなということを感じました。 そして今こういって文化交流をさせていただけるもともとの背景にはソ連が崩壊した後に日本企業が極東ロシアに渡りエネルギーやそしてさまざまなパイプラインを作ったりということを 事業ととしてて行ってきたことその中で日本人そして日本企業に対しての信頼があるという状況があってのことだということをお聞きしましたそしてあの、まあ、領土問題にもなるそうなのでロシアではプーチン大統領が領土問題を話してはいけないという憲法を作っているぐらいですから今回ロシア 文化庁様のご講演を頂い,いての企画ですので、えー、そこにはなかなか触れられませんがただ歴史をきちんと学んで臨んでいくということは大事だと思いまして簡単にロシアととの交流を歴史に紐づききながら伝えていきたいと思いた思ますこちらが2017年からロシア映画祭で一緒に活動している友人の皆様です。 今回着物をコーディネートしてくださった沢陽子さんロシアやドイツそしてフランスのお城でも着物を披露されておられる素晴らしい方なんですけれどもこういったチームの仲間の皆様に支えていただいています。 改めて、ロシア映画祭イン東京の実行委員長であります、え、伏田様にも、え、JIC 旅行センター様にも、この場をお借りして、え、お礼を申し上げたいと思います。というわけで、こちらの地図なんですけれども、ここに日本があります。で、私たち今まで、ずっと、こっちを見てきましたよね。何があるかというと、アメリカです。 私たちの日本、えー、この列島には沖縄に、えー、この米軍基地もありますし、長らく日米の関係が最も外交の中で重要だというふうに言われてきました。しかし、ふと目を向けてみますと、飛行機で2時間半というのがビジネスの世界、そして運送の世界でこの日本が交流できる 実際の活動圏内というのはこういった近くの国々になってくるわけですでこの中で永田町や、えー、こういった米軍との方々のが日本を支配してるんじゃないかとかいうことも考えたこともありましたけれども実はですねこの個人や、えー、組織、えー、企業にとってはこういった歩け、えー、船で行ける範囲というのが この、えー、大変重要な歴史を作ってきているということを感じます。えー、ロシアの簡単な歴史になりますけれども、えー、ロシアではロマノフ王朝が16世紀に成立しました。えー、年ににロマノフフ王朝が成立しましまたその時に大国やコータフ えーさんがサンクトペテルブルクでエカテリーナ朝廷と面談したとされていますことロマノフ王朝が終わる頃ですねが実は今回映画を制作するあの舞台になるんですねこれは日本にとっては幕末なんですけれどもその頃何がここで起こっていたかということをお聞きしてなるほどなと思いました。 ロマノフ王朝が終わる頃何が起きたかというと新しくソ連が生まれるためにこちらの西から東へ共産党がこうソ連がですね赤軍がどんどん政略を広げてくるということが起きロマノフ王朝の方々が 東へ東へ東へと、えー、移住されて避難されてきたということがあったそうです。このウラジオストックというのは、えー、東の先という意味になりまして、えー、このウラジオストックの方に、えー、このロマノフ王朝の方が、えー、避難されて来られたということです。 赤軍によるウラジオストックの解放、八景ロシア人の運命。この時、1万人のロシア人たちが、こうや、のように移住をしてきたと言われています。これがちょうど1922年になるわけですね。そして、えー、そこに重ねて日本を見てみますと、1922年の前、 えー、ちょっと前には江戸幕府が終わったということで、えー、近代日本が始まり開国・布国強兵という流れが、えー、ある時期だったわけですね。でそうなりますと私たちは今新選組の土方歳三がロシアに渡るというストーリーを、えー、作ってですね交流を考えているんですけれどもその時にですね京都からこう北へ北へと。 こちらは東へ東へそして新選組は北へ北へと渡って蝦夷に渡りましたそして函館で戦いをしたわけですその後がファンタジーなんですけれども、えー、この私たちがロシアチームと共にオンラインで何度も会議して作ったこの台本では土方歳三がウラジオストックに渡るというストーリーを考えたんですけれど考えて 土方歳三はロマノフ、えー、あの,、えー、ロマノフの,あの王朝の最後のニコライ二世と謁見するシーンを達成するんですけれどもこの一方では北へ北へそしてこちらでは東へ東へといったこの二人が出会うということなんですね。で私たちのこの近年近代150年年代 そそしてのの先にある資本主義の終わりということは今誰もが感じているとところだと思うんですなので、えー、このアメリカから発信されてきた大量にコカ・コーラ飲んで大量にものを作って、えー、環境を破壊してでもこう金銭的に豊かになろうという欲望資本主義のその先にあるビジョンというものを今回の映画では描いていきたいと思うんですね。 その中にはメディアの規制もありました真実が報道できないこともありましたそして一番力を持つ何かが封じられてきたのではないかと私は考えています、えー、そして、えー、次の有料動画では、えー、都市像の刀この今最も皆さんが注目するストーリーについてより深くお話ししていきたいんですけれどもこの時ですね日本はこの八景ロシア人たちが、えー、逃げてきた時に日本兵が このロシアを守ったということが極東の人たちを守ったということが歴史としてありましたですので極東の方々は日本に対してとても好意的で武士道に対して尊敬の思いを持ってくださっているというお話をお伺いしましたこの日本とロシアの歴史を振り返りながら新しい時代を共にら開いていくというのは実際に経済を動かす 人が動けばお金が動くというこういった新しい経済圏での活性的な交流につながっていきますコロナで今多くの企業が衰退して疲弊している中の新しい活路がここにあると考えていますだからこそこの北海道ロシアとの交流というのは長く緊張感もありました例えば日露戦争の後 日本の北海道を実際にロシアが侵略しようとしていたこともあったそうですこれ以上は有料動画でお話しします最後に都市像の刀の予告編の方をご覧いただきますロシアからもあの皆さんの寄付がクレジットカードで受け取れることになっておりますのでぜひ皆さんロシア行き応援してください